まあ僕の推しは天皇推しラルですね。誰だよ。マジで誰。謎が多すぎて。ああそういう系だ、うん、どうやら札幌の人らしい、はい、本田を殺したアーティストです。おませちゃんブラザーズ、俺しか知らないアーティスト。よっしゃー、知ってんのか。ということで今日はですね、この曲俺しか聴いてねえだろうっていう曲を紹介していきたいと思います、うん、ありがとうございます。超超超超ニッチなアーティストを紹介して、これいいよっていうやつです。なるほどね、はい、うん、いやもう皆さんも知らないだろうっていうのはあれだけど、もちろんだけど、もちろんここも知ってたから、もうこんなもう3分の2知っちゃってたらもうダメだよね。もちろんそれはそうよ、うん、もうその時点で即終了。そうだよね、終了です。誰かが知っちゃってたら発表して今、うん、もう喋れません。あ、なるほどね、知ってるだろさすがに。まあまあいろいろ音楽聴いてますからね、一応僕ら YouTuber やってんだから。どうなんでしょうか、はい、ということで一人二つずつぐらい、はい、発表していきましょうか。お願いします、はい、もうめちゃくちゃいいやつだから。でも前提としてね、めっちゃいい、ね、前提としてめっちゃいい曲。オッケー。でも誰も知らない、はい、そんな曲を紹介していきます。はい、じゃあ僕からまずは、はい、いきますよ。はい、一つ目のアーティスト、これはねめちゃくちゃカオスなんだけど、バクキャッチーなアーティストです。カオスでキャッチー。はい、おまけじゃーん。出たー、おまけじゃー、出ました。違う、これは違うのよ、はい、これは俺がおすすめしたから。確かに、あそう、本田家時代に、まあそうですね、おすすめした他のとこから情報は得てない。他のとこからはね、残念ながら得れてない。マジで本田以外の口からおばけじゃーって言葉を聞いたことない。おばけじゃーですから。あおばけじゃー、これはね YouTube で MV 上げてるんですけど、うんうん、軒並み100回ぐらいしか、あーいいね、数百回、それいいね。もうすごいものだと9回とかある。俺たちしか見てない、本当に。本当にしか見てない。9回っていうアーティストですね。ちょっとこれね、おすすめ曲はね、鶴満足っていうね。鶴満足はすごいね、本当に。鶴満足っていう。鶴満足っていう。鶴満足って曲が。曲あんのよ。これめっちゃいい曲なのよ。いい曲なのかな、あれ。なんかね、すごく中毒性があります。一度聴いたら頭から離れないし、歌詞がおつまみのことをずっと喋ってるっていう。ずっと好きなおつまみの話をしてるだけなんだけど、そのタイトルがつる満足なの。つる満足なのよ。そう、ちょっと聞いてみましょうか。はい、どうよこのビート、このビートいいでしょ。ふざけてるのか。ふざけてる、まあ、PV はやっぱふざけてるよね。PV がねめちゃくちゃ怖いからね。サビ、これね、この音程が合ってるのかどうかよくわかんない、ね、でもなんかすごく楽しそう、ね、そうなんだよね、すごい楽しそうにね、なんか本当に芸人2人、芸人がなんか制服みたいな。そう、ね、芸人の幕まで流れてたみたいな。確かに、ね、そうだね、確かに、うん、劇場でなんか誰も別に注意深くは聞いてないけど、そうそうそう、幕までね、ただ流れて、注意深く聞け、おつまみ喋ってんねん。ほんとビジュアルもね、なんかね、うん、ビジュアルいいでしょ、この普通の T シャツみたいなやつ、なんかマンボウヤシロと若林みたいだもんね。確かにね。そうそうそう、ヤシロっぽいよな。はい、いやみたいな感じなんですけど、なんだろうね、インド感もあんのかな、なんだろう、確かに、確かにあるね、なんかありますね、ビートとかにね使ってる楽器とか、楽器が面白いということで、もうこのサビ、スルも万年、生きりゃマンネリ、スルメ先イカ、しゃぶりゃ満足っていう、すごいもう落ちない、納得いかない、ずっと納得いかない感じのことで癖になるのよ。本当にキャッチーってこういうことなんだ。俺結構ねこれ学んだわ、そのみんなの予想通りすぎても違うって、ちょっとやっぱ確かにそうだね、そう、ちょっとずつラギってくる、おつまみの歌のくせにっていうね、脱力感とキャッチーさ、なるほど、なんかやってることはね、水曜日のカンパネラですよ。ああ確かに、確かにそうだ、この感じ確かにそうだね、遊び心っていうかね、聞く人を選ぶ水曜日のカンパネラみたいなね感じですよね。でもねやってる人は実はこれね、オール太一さんなんですよ。オール太一さんっていうね、映像研とかの劇班やってるね、今は映像研の劇班結構良かった印象すげえあるな。そうなのよ、お化けじゃんなの、お化けじゃんがやってるから。そうなんだ、映像研、俺の中ですごい熱いわ、
すごい、なんか映像系すごいいい抜擢っていうか、いい抜擢したね。映像系っていう感じで、と DJ しゃぶしゃぶさんっていうね、二人でやってるんですけれども、この奇妙なとね、なんかこう面白い音、意味不明のキャッチーさ、これはもうね、何回も聞いちゃうね。何回も聞いちゃうねこれ。人に聞かせたら絶対何これ、なんかいいってなるっていうね。確かにね。でお化けちゃんでした。なるほど。はい。じゃあ僕が次行かせていただきます。楽しみだな、これなんか。知れんのか。知ってんのかな。全く売れなかった。まあ僕なんで、アイドルの曲になっております。なるほど。全く売れなかったね。いいね。知りたい。全く売れなかったアイドル。知りたい。こちらです。ルドイヤ、グドラララっていう。まあ第三惑星アイドルです。第三惑星アイドルって、まあだから。全然知らない。こう、表記はこうです。あー、まあ、なに、これ、旧日本の読み方。あー、なるほどね。アイドルっていう。一つ受け。はい。スジャータ式ね。あ、そうそうそう。スジャータスタイル。なるほど。第三惑星アイドル知ってる？全然聞いたことない。マジでは。一回に聞いたことない。聞いたことなかったね。おー、出ました。これね、まあ、深夜テレビ初の、アイドル。よくあるじゃん。なるほど、ある初アイドル。なんですけど、その深夜テレビが日本テレビだったんですけど、まあ、スタッフが、ブラバラのスタッフ。ブラバラのスタッフがやってた深夜テレビ。がアイドルを作って、それがこの第三惑星アイドルなんですけど、せめてそうだな。で、まあ水星ララ、日星リリとか、まああのその惑星にね、じゃあそことかいろいろいまして、まあ僕の推しは天皇星ララですね。誰だよ。マジで誰？マスクアイドル。マスクアイドル天皇星。マスクアイドル。マスクしてんの？マスクオーディションの時マスクしてきて風邪気味で、そのままマスクアイドルになりました。で、まあイカスでユニバースって曲があるんですけど。それが俺めちゃくちゃ好きで、まあでも作曲はローリーなんですよ。おー、出た。で、アイドルなんですけど、多分ローリーともう一人アースココっていうのは、番組側が用意した三浦理恵子さんっていう、わかるかな。ちょっとね、熟女の美魔女みたいなね、あの人がいるんですけど、まあその二人でしか歌ってないっていう。え、もう本当に後ろでアイドルがわちゃわちゃしてるだけ。主役は同じかその二人で。でも作曲はめちゃくちゃいい。なんでだよ。ローリー節上げでね、めちゃくちゃいいんですよね。ツーボーカルってこと？ツーインボーカルで、アイドルは全く歌ってないです、本当に。どういうことだ、後ろでマジでキュンキュンって言ってるだけです。ちょっと聞いてもらおうかな。ちょっと聞きたいわ。それ聞かれ、なんとも言えないよそれ。大変だから検索も。第三惑星アイドルって、見るからに失敗しそうだもんね。名前的に。名前ね、ひどいよな、本当に。この人が、この人が、まあ、ミラリオさん、アースココですね。アイドルたちはこれやるだけです、後ろで。楽な仕事だな。そんな難しいダンスでもなく。それなんか、ちょっとスタイルはいいな。あ、結構グラビアアイドル多い。確かに、そう。なるほどね。ああ、そういうこと。スタイルは良いね。なんか、ものすごく低クオリティなエビスマスカットみたいな感じ。ああ、まあそうかもな。ああ、いいですね。ローリーも気合入ってないね。歌詞がいいのよ、そして歌詞いいね。かっこいいのよ。うん、惑星生まれのセルロイドだけど、あの子はここにはもういない。サビでもただのローリーが好きな音楽でしかないな。ローリーが好きな音楽なんだ、ただの。まあっていう曲なんですよ。なるほどね。ハマっちゃうね、これは。なんとなくわかる。そう、ゆるいのがいいのよ。ああ、ゆるい。すごく、ゆるくていい。誰もやる気ないのがいい。誰もやる気なかった、今。三浦さんがちょっと頑張って。あ、そうか、そうなんだよ。それがいいよね。そのおばさん、おばさんって、あえて言わせてもらいますけど。言うな！アイドルの中でいるからこそ、あえておばさんって言わせてもらいますけど、が張り切ってる感じがすごいね。うん、すごい良い。若い子が頑張ってない。全く頑張ってないっていう。バイトみたい。そうだね、バイトの雰囲気みたいでよかった、すごいですね。もう本当誰も知らないんじゃないかって。でもこの曲はね、めっちゃ俺はなんかずっと聴いてたんだよ、本当に。なぜか俺がね、中学生ぐらいの時かな、下手したら。おお、そんな前なんだ。そんな前です、これ。まあ番組自体も結構面白かったです。やっぱブラバラなんで攻めてて。ああ、そうか。なんて番組だっけ。番組自体がね、第三惑星アイドル放送局みたいな。ああ、そうか、みたいな。ごめん。ああ、へえ、全然知らない、その番組の後。地上波でやってたのにな。みんな知らないもんなんですね。知ってる人はね、もう、うわ、そこ出してきたかっていうね。ああ、なるほどね。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、このアーティスト知ってますか？なんかわかんないけど、めちゃくちゃ聞いちゃう。そういうのだよね、今ね。いいよ、いいよ。うん、いいよ。幽体美人です。
わー知らないわ知らねえ知らないわうわー知らねえ知らねえいや知らねえけどなんか海外台湾とかそういう台湾っぽいねちょっと確かにそうだよねか難波がに影響受けましたみたいな、ね、ああ、ね、なんか全然違うんだえ違うんだ違うのゆら亭はちょっと、まあ、近いっちゃ近いかもしんないけどまあとにかく謎が多すぎてああそういう系だ、うん、どうやら札幌の人らしいあ日本人うんほうでらしいスカイマタの別プロジェクトらしいスカイマタを池田はあんま詳しく知らないこっちから俺は知ったんだけどスカイマタをね、うんうん、でなんかどうやらユニットらしい全然分かってないちょっとねごめんユニットなのかどうかもごめん分かんないあ本当、うん、そのプロジェクトの可能性もある、ね、いないらしい確かに本当はいないらしい本当はいないらしいとかないいないかもしれないらしい、うん、でもなんか そういう空気感なんだよな本当に、うん、いい存在感ですねでなんかねあ2018年にそのアルバムをリリースして、うん、7曲入りの、はいはいはい、っていうのしかまあちょっと分かんなくて、うん、音の質感で言ったらなんかまあすごい卓録なんだよ、うんはいはいはい、でまあちょっと内向きなサイケ感みたいな、うん、だまあコナンモカシンとかちょっと近いのかなっていう感じはするけど、うん、なんかねあのね内向きな感じなんだけど、うん、意外と聞き込むとねメロディーとかポップで、うん、あの聞きにくいみたいな感じは全然ないのよ、うん、だからねなんか本当に不思議なバランス感でめちゃくちゃ中毒性があるんだけど、うん、まあちょっと分かりづらいと思うから、うん、とにかく聞いてほしいんだけど、うん、聞いてみよう、うん、なんだけど、うん、まずねちょっとサブスクにはないんだよねああサブスクにないこのご時世、うん、で YouTube にないんだよいい、ね、ないの、うん、どこで聞けんのよCD あーマジか結構ハードル高いやつだ CD かえ逆に池田はどうやって手に入れたのその CD 俺は CD いやその CD どうやって手に入れたの、CD? 売ってたんだよ4年ぐらい前に、うんうん、今もう売ってないんだよねえジャケ買いしたの何どうやって買ったのあなんかねアルバムの視聴みたいなのがサウンドクラウドでできたんだよあその時代はね、うん、その時はまだサウンドクラウドになったんだ、まあ、サウンドクラウドに付けたってこと、ま、そうああなるほどサウンドクラウドは、ね、面白い音楽あるよなあサウンドクラウド一番いいよな、ね、今も、うん、視聴はアルバムの死因っていうタイトルで、うん、できるはずあできるはずアルバムの視聴はできますただアルバムは聴けませんなるほどね、うん、聞いてみたくなるわーするけど、うん、最初に言ったその別名義のスカイマタは聴けるからああなるほどね、うん、それはスカイマタは YouTube に音源があってああなるほどなるほどでスカイマタも俺に結構好きな曲があって、はいはいはい、こんな格好でっていう曲なんだけど、はいはいはい、まあ俺が先に調べてる間に、うん、それだとくとなんでこんな格好でどこ行ってたのー聞こかごめん、スカイマタスペルがわかんないリスペクト込めたねじゃあちょっともうちょっと歌うけどいつ帰ってくるのか心配したはい、聞こうか壊れてる iPhone も大丈夫壊れない一部分しか映ってないあ、なんかでも卓録っぽいなんかそう、うん、感じすごいねこんな格好でどこ行ってたの結構近かった結構再現結構ちゃんと再現したんだよこんな格好でどこ行ってたのあーなるほどねなるほどねあーいいねめっちゃいいね、うん帰ってくるのかと心配ああこっちねこっちねいいねうんああで池田結構再現してたねそうなんだ意外と再現してたね全然ピントは聞けなかったけどちゃんと再現したそうじゃんでもねこんな声は張ってないんだけどああまあそうだねそうその平熱感みたいのもいいんだよね確かになマジ平熱最高だからな本当に平熱は一番いいのよ あと池田は歌姫とかで自作曲を作るときにちょっと影響を受けてる確かに感じない確かにそうだわ池田っぽいわすごい少し変するときにこの影響受けてるな、うん、なるほどなそうだね気づかない間にスカイマターを歌姫に取り込んでたかもしれないそうだね、うん、全くいらない要素だけどねスカイマターの影響受けてたなここでどこ行ってたのあるもんね聞いたことあるわ C で C でこれ行けたぞって時ね確かになあーなるほどね面白いなういうはいありがとうございますいやーいいよ今んとこみんな知らないよ、うん、そうだな確かに面白いよ面白いよじゃあホンダの二つ目いきます二つ目大丈夫なのこちら、はい、ホンダを殺したアーティストです生きてるサコヤン出ましたあー俺ちょっとわかんない出ましたよしじゃあ大丈夫大丈夫でみんな大丈夫だよこれは知ってるじゃん出ましたサコヤン出ました座席はホンダだけで聞いてます
大丈夫。全部そうだろう。大丈夫。いや本当に本題以外から聞いたことない。そうだよね。うん、そうだね。いやでもこれは本当に僕あの音楽サークルいたんですけど、うん、もうみんな音楽オタクだったのね。そうだね。そう。うん、音楽オタク、まあみんなその時聞いてたね。そうだね。うん。そしてみんな落ち込んでた。落ち込んでた。落ち込んでた。落ち込んで死ぬほど落ち込んでたこれ聞いて。落ち込んでた。だからもう才能がやばすぎて。ああ。もうこんなんだ無理だわ。全員新助状態。松本人志を見た新助状態。で僕は実際結構音楽もやめようって、うん、あそれでバンドやるか思ったのが、いやバンドやるとか単大丈夫サコヤに押し付けてない、才能なかったからだけど、しんすけがバンドやった感じで、もうやめます、バンドやった感じで商品辞表を出しに普通に興味なくなったからってありますまあ結構サコヤの曲聴いててでかいかな、やる気なくなったなっていうのもね、うん、そうまあちょっと聴、まあ、いてみましょうか、サコヤってあんの今、いやそれがね、うん、ちょっとこれ説明するんですけど、はい、何聴こうかな、まあ、ヘイジョークかな、ヘイジョーク、音楽じゃないんだ、サコヤンでしゃべったらパッションやらが出てきたって言ってこういう時に思うよね、俺はガーファに勝ったぞって思うよね、あ、出てきました、よかったよかった、冒頭のちょっと1行目の歌詞聞いて、はい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 、いいじゃん、死にますいやいいね、あめっちゃいいね、あまあちょっとすいません 1.3 万回再生されちゃってますけど、はい、1.3 万でもいってるね、ちょっといっちゃってるな、1.3万全部俺って可能性もあるね、でも1万3000回ぐらい聞いたかもしれない、この1行目聞いた、一行目ちょっと聞いたな、大勢をつくあの子は自分で自分を抱きしめてるっていう、あそうは聞こえなかったよね、うん聞こえなかった、確かにちょっとね海外っぽい、そう最初は英語なのかなと思って、フローがすごい英語で、フローがね、そうやっぱ海外のちょっと90年代だからにちょっと影響をかなり、ね、めっちゃわかる、受けてるから、ピクシーズとかね、わかんないけど、まあまあそうだね、好きなの、そういうの、ジョイディビジョンとかすごいカバーとかもしてるしっていう、なんかその辺と日本の平成のポップス掛け合わせたみたいな、確かにそうそうですね、あのトミーフェブラリーとかあの辺の感じもちょっと感じ、ね、ケタネさというかね、UK という今で言うだからラブ様ちゃんとかそういう感じで、あそうだね、そう今でもないけどわかんないけどっていうような良さがある、もうね、うん、でネット上で活動してても伝説なんですよ僕らの間では、もう、うん、サコヤン、で一回ちょっとなくなっちゃったんだけど、また今バンドでサコヤンズっていうバンドで、そうそうなんだ、今やってんだ、やってますね、バンド形式やってやってますね、ちょっと応援すごいしたい、そうだね、うん、ところなんですけど、ああしかも、はい、過去の音源なくなってたんで最近 YouTube にアップされました、ありがとうございます、そう付き添う天外っていう弾き語りで、うん、あのめちゃめちゃ何十曲もやってるやつが3枚出てて、はいはいはい、全部いいの、本当に弾き語りだけ、俺弾き語りってね嫌いなんですよ正直、あ俺もあんま好きじゃないか、あんま好きじゃない、俺もあんま好きじゃない、なバンドセットで来いよっていう、そうそうそう、かったりいいんだけど、サコヤの弾き語りだけめっちゃいいんだよ、歌詞が死ぬほどいいから、しかも全曲歌詞付きでライナーノート付きです、あ、うん、はい、すごくおすすめの、もうずっとしてる、女性ボーカルで言ったらずるいね、女性ボーカルーそうだね、ずるいわすごい、うん、俺は確かに嫉妬しちゃうわ、めちゃくちゃ一番好きかもしんない、本当に、うん、っていう感じでぜひお願いします、じゃあ僕ですかね、はい、まあバンドサークルだったんですけど、はい、バンドサークル時代やっと自分で見つけた気がするアーティスト自分のストーリーだったただの自分のストーリーだった何よ、知ってるかな、でも下手したら知ってたらごめんなさい、知ってたらもうアウトだよ、本当、はい、もうアウト、ザ・ブランクテープス、知らないわ、知らないわ、知らないわ、出ました、知ってそうで知らないわ、いやこれは検索しづらい系だよねそうだね、うん、ブランクテープスなんだ、空のテープなんだよ要は、なるほどね、そうそうそう、いいじゃん、なんかかっこいいな、まあそれこそ2013年ぐらいかな、バンドサークルね、バンドめちゃくちゃやってたんですけど、うん、でまあ周りが本当にみんなもう本当に詳しすぎて、うん、そのアーティス知ってるよみたいな、あ時代、まあ、あいつらな、きちいよな、マジで、まあ僕もサウンドクラウドですね確か、あ出会いはサウンドクラウドで見つけたので、でなんか最近ふとね思い出して聞いてみようって思って聞いたら、今年アルバム出してて、ああよかった、なんかまだやってるんだっていう、おーへーすごい、全然知らなかったんだけど、なんで俺にこんなに待ってたのかって思ったら LA のバンドでした
知らねえよ。いやでも、言われてみたらめっちゃ LA だわっていう。あ、まあ、まあそれはね、めっちゃ LA なんだ。 LA 生まれです、すいません、 LA 生まれなんで、ね、全く感じないから、ね、生まれ感は LA だったわー言ってるけど、そうやな。で、最新の曲も、まあ、まずじゃあ出会いの曲、残念ながらちゃんとサブスクにもある。ああ、ちゃんとサブスクにあっちゃう。サブスクにあるか。サブスクにあっちゃうけど、マット・アダムスって人のなんかプロジェクトっぽいのよ、うん、どうやら、うんうん、なんでブランク・テープスの MV はマット・アダムスで上がってますあるよな、たまにあるよな。そうで、マット・アダムスの、チャンネル登録者は216人だからなんでだよじゃあ新しいチャンネル作れよっていう216人だからちゃんと全然そうだね、知られてる。海外で216だからね。海外で216、だいぶマニアックだよ。1ヶ月前にもちゃんとミュージックビデオ出してる。確かに567回。なんで矢崎の元に届いたのなんでっていうのですから。で、ちょっと出会った曲の方を最近聞いてもらおうか。そうだね、出会った曲とかはもう全然ありません。あっおーって曲なんですけど、あーいいじゃん、いい曲、いい曲名、ね、ザ・ブランクテープスのあっおーだからね。あ、抜けてるね。あー、あー、まあ、イントロ長いんだよな。あー、イントロ長いありがちこれ、イントロ長いんだよ、ありがちなんだよね、これね。あ、あいいじゃん、うん、あ、確か池田も、池田好きだな。ああ、いいね、うん、なんか矢崎がレモンツイクスとか好きなの。あ、そう、好きなの、ね、そう、それに通じる感じです。矢崎が好きそうでしょ、ちゃんと。意外と矢崎ってこういうなんかちょっとフォーキーな要素とか入ってるの好きなのよ。あ、そうなのよ、うんうん、今古いことやってる人が好きなのよ、うん、古いやつは嫌いなのよなるほどね。ペイブメントでもレンジライフとか好きなの。あ、そうだね。なんか矢崎意外な、だけど俺が矢崎のちょっと好きなとこなんだよ個人的な話してるなインターネットで。いやでも分かるでしょ、みんな、ね、もう分かってきたでしょ、俺たちの好み。なるほどね、好きそうなあれなんですよ。いいね、ちょっと楽しいやつね、うん、そう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 、うん、幸せ。あの打ち上げじゃないんだけど、なんか軽やかになる気持ちが。いいですね、音楽が結構好きなんですよ。でも新しいのも結構本当に良かったです。おあのすごいインディっぽい、まだやってるんだ、すごいね、本当に今、うん、そこら辺のバンド全部死滅したじゃん。そう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 、やってるとすごい尊敬するよね。まだやってくれてるのがすごい、やっぱこういう音楽俺好きだわっていう風になれるバンドでしたね。なるほど、いいですね、ザ・ブランクテープス。名前がしゃべってる、ぜひ聴いてみてください。はい、はい、おませちゃんブラザーズ。この人の作る曲はもう映画です。おい、勇気古川。勇気古川、古川勇気、友達できたかな。スーパーカーじゃないミキじゃないちょっとねその辺をなんか思い起こさせる名前はあるんだけど、ね、5人組のバンドなんですよ、うん、はいはいはい。で、ね、あの2020年に金貨ってアルバム出してて、そのアルバムがね本当にめちゃくちゃいいんだよ。あら、うん、ただいい。あのね、本当にさっきも言ったけど、うん、もう映画みたいで。映画みたいっていいかそれ、映画みたいなのがっていいか。いや俺がじゃあ本当にもうめちゃくちゃ、うん、もう一生これは聴くだろうなっていう曲があって。一生聴くんだな、うん、一生聴くんだな。海と犯人っていう曲なんだけど、はい、変な題名、変だと思うじゃん、うん、実際そのなんか設定もちょっと普通の人だと思いつかないようなあれで、うんうん、歌詞から察するに逃避行中の2人、うん、はいはいはい、海で過ごしてる逃避行中の2人の別れ際を歌ってる曲なんだよね、うん、なるほど、うんうん、でちゃんとストーリーがあるんだ結構歌詞に。そうなんだよ、確かに。なるほどね、なるほどね。で確かになんかあの映画のタイトルみたいな、今勇気古川の金貨を見てるけどさ、うん、全部映画のタイトルみたいだね結構。確かに、そうなんだ、海と犯人。そうそうそう、聞いてみましょう。映画だな早いだろう。まあ確かにこれめちゃくちゃ繰り返し予告で流れてる曲っぽいな。ああ、主人公が口笛吹いてるみたいだもんね今、うん、そうだよね、そうだよね。ああ、うん、ああ、なんか会話みたいになってんのかな。そうなんだけど、ね、それで、ね、2人なんだ、うん、これでこの後に出てくるのが、うん、また会えたとしても違う顔なのね。ほうほうほう、市橋容疑者とっていうだからなんかねすごい小説が好きらしくて。なるほどね、古川さんが、うん、本当に本っぽい表現ってことね。そういう、そう、そういう本っぽい表現とか、うん、追われてて切迫してる状況なんだけど、なんかすごいあったかい
かい子のなんか描写とかそういうのが多くて、なんだけどなんかその裏にすごいなんか痛いなんか悲しいみたいなのもなんかそのメロディーの妙っていうか、そういうので伝わってくるっていうか、多面的ですごくいいですね。なんかよく文学的な歌詞とかよくあるけどさ、どっち文学的というよりなんか小説的歌詞だね。そうなんだよ。そうそうそう、スピッツとかのあの文学さとはちょっと違う小説感っていうか、確かに、あるね。そうだね、読み応えのある歌詞。そうだね、本当にそうなんだよ。まあでも音楽的な全体像としては温かみもあるんだけど、アルバムの終盤とかはまるで話の通じないクソどもみたいな歌い出しから始まる曲とかもあって、怖いやだもん。アルバム通しても結構感情揺さぶられるアルバムっていうか、本当にすごいアルバムだと思う。だからこれはね、サブスクとかで聴けるし、ぜひ聴いてみてください。こんなアルバムがこの世にあったんや。全然知らなかったわ。これはもう本当にね、一生聴きますよ。なるほど、なるほど。いや知らなかったな、全員マジで。ちょっと知らなかったね、だいぶ知らなかった。だいぶみんな知らなかった。でもいい音楽いっぱいあるな。いっぱいあるってことだよね。あるし、すごいね。あるなんかちょっと変だなって思っても、やっぱどっかしらではこいつ好きそうだなって思ったしね、聞いてみて。あ、そうそうそう、確かに確かに、全員そうだった本当に。ということで、あのコメント欄にお願いします。確かに、俺だけが好きな音楽いっぱいあるでしょ、みんなも。これめっちゃ楽しいな、コメント欄の。いいね、少ない方が逆に強いかも。確かに、いいね、いっぱいついちゃうと。コメントにそう、いいね、いっぱいついちゃうと逆に。確かに、そいつが優勝です。っていうね、はい、ぜひぜひお願いします。皆さんリンクとか貼っていただければ、みんなで楽しみましょう。ということで、またやるよー。